入りたいと思います。それでは、僕の新曲切ないねプラス3で、ね、ピアノでやっていきたいと思います。ではですね、2小節ぐらい手前からいきましょうか。前回5だった。5で歌った5で、プラス5で。で、なんで今日は3なんですか。え、違う、あ、5、あ、じゃあ5です。え、それでは、切ないねプラス5で行いたいと思います。あんまりカチッと当てないで、ね、あなあなたで、あなたで泣くちゃダメなんて。だからちょっとマイクは近づけていいですけど、マイクに直接入れるとマイクプッって吹いちゃうんで、こっちに当てる。さっきのね、発声で鼻腔に当てていくっていうね、こういうで息で歌って、柔らかくソフトな喉の開き方をして歌ってください。もう一回いきますね。2、3。あなたで泣くちゃダメなんて、この人生切ないね。はい、泣くちゃダメなんてって、これでね、本当にこう力をまだ当てない感じ、もっと当てない、もっと当てない感じ。あなたで泣くちゃダメなんて、この人生切ないね。これぐらいのソフトで、ではいきますよ。あなたで泣くちゃダメなんて、人生切ないね。だ、だいぶ力が抜けてきました。あなたで泣くちゃダメなんて。3、はい。あなたで泣くちゃダメなんて、この人生切ないね。この曲っていうのは本当にCD もそうですけど、カラオケもそうなんですけど、ピアノでピアノだけでやってて、リズムが入ってないんで、本当に自分の頭の中でふわりをしないと難しいから、本当に難しいんですね。切ないねの入り方とかね、この人生
うん、切ないね人生、うん、切ない、うん、では一拍になっちゃうんで半拍だけど、人生、う、切ないねのこのタイミング、この人生、う、切ないね、そうです、もう涙は枯れ果てた、残る抜けがある、でもね、でもね、好きなあなたの全てが、そう酔いながら怒るとこ、できればそれはからですね、今ノーブレスでやってくれてますけど、本当にそれはから長い夢の中で、まあ、ではノーブレスでやっていただきたいなと思います。さあ、この曲 の、 あのもう一つの、ポイントですけども、サビなんですが、歌詞がね、どういう歌詞かというと、本当に長い長い夢の中で巡り会えて、そして冷めた後に気づくこの真実という、本当にこの長い長い時間をかけて2人は出会った奇跡だけど、冷めた後に気づく真実もあるよ、それが切ないねと、そういうことなんで、サビの声の出し方、それはな、それは長いっていう歌い方であって、それは長い夢の中でね、あのなーってどん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 ただ単にクレッシェンドでガーッといくんで、それは長いグッと一回引っ込め、なで出したら引っ込めで、そこからブワーッと持っていく、ロングトーン使ってほしいなと思いますね。では熱い眼差しから3、はい、熱い、あ、肩たたる、熱い眼差し、気持ちよく伸びていくサビがポイントで、それまでは、息で歌って、だけど言葉だけは綺麗に出す、でどこら辺から盛り上がっていくと、そう酔いながら怒るとこ、語る熱い眼差し、このあたりから、3段階ぐらい、語る熱い眼差し、このあたりで、どんどん盛り上げる。ではそう酔いながら怒るところからやってみましょう。そう酔いながら3、はい、そう酔いながら怒るとこ、3段階、語る熱い眼差し、それは長いでちょっと一回入れましたけど、そうするとね、長い夢で長い夢ってなっちゃって、あ、長い夢に聞こえないから、ここはそれは長い夢の中で巡り、このような雰囲気でね、
じゃあ語る熱い眼差し、あの徐々にボリュームを増やしていくところ、はい、3、2、3、はい、語る熱い眼差し、それは淡い夢の中で、あ、できました、できましたね。で、最後の最後にこれちょっとね、それでなくても大変なんだけど、なーかーでかーでかとかの後ろの、あ、母音をちょっと膨らませて、なーかーでめぐり会えた奇跡、このようになーかーでって、はい、じゃあもう一回語るからいきましょう。3、2、3、はい、語る熱い眼差し、それは長い夢の中で、そうそうそう、巡り合えた奇跡、冷めた後にきつく真実、あの僕の歌の特徴の中で、あの普通演歌だったら1番も2番も3番も全部同じメロディーなんですけど、でも文字数も変わらないけど、僕の場合はフォークソングとかバラード系はちょっとこう変化をつける、あのなんか、特徴がありますね。1番が残るは抜けなら、2番が握る手のぬくもり、はい、握る手の3、はい、握る手のぬくもり、あ、そうだ、握る手のぬくもり、はい、車のからもう一回いきましょう。車の帰り道、今もか、次いきます。今も今も好きなんだ、優しいその声が、そう頭を撫でるとこ、時に諭す言葉たち、 OK です。2番を、2番なんですけど、叶えたことの一つに、よくね間違えるところ、にの音がね、一つに叶えたことの一つに、これがね、にがねかなり下がってる人がよくいるんですよ。一つは息で歌うんですけど、
1番で言うと「もう涙は」、2番だと「来るまの」で変化が始まります。ここからですね、ちょっと変化をつけます。今まで儚くて、本当に切なく置いていくようなポツポツとトツトツと歌っていく歌い方からと、ここで来るまの、来るまの、なんかちょっとこう表現が表に出始めます。グイッとね、それまでは抑えて抑えて表現してますけど、ここら辺がグイッと出していってください。じゃあ2番の頭から、叶えたことにとつ、3、はい、叶えたことの一つに、あなたとの出会い、来る間の帰り道。そうですね、そういう感じですね。で、今ちょっとこうレッスンであのビデオを撮ってるんでエコーをほとんどかけてないんで、あのちょっとリバーブ感がね、ボーンと飛ばす感じが欲しいです。実際にはこれぐらいエコーがかかってるんで、出だしからもう一回いきましょうか。3、はい、叶えた心の一つに、あなたとの出会い、車の帰り道。リバーブエコーね、エコー、まあ、僕らではリバーブって言ってるけど、エコーの雰囲気を出すのに、エコーのこの飛んだバーンとエコーが広がったのを本当に気持ちよく味わって次の言葉を出すぐらいのつもりでね。一番のいくと、切ないね、もう涙は枯れ果てた、このように来る間の帰り道、しっかりと味わいながら声出す。さ、次、今も好きなんだの方に行きます。3、はい、今も好きなんだ、優しいその声が、それは長い夢の中で1番のところに行きますね。で、これね、CD 聴いた人、気づいてる人いるか分かりませんけど、1番と2番、それから2番の繰り返しのサビ、歌い方ちょっと変えてるんですよね。まあ、ちょっとどころか相当変えてるんですけど、どう変えてるかというと、1番が、それ
詰まってくるんですけど、なーかーでのなーが短くしてて調整してる。やってみましょうか。ツーハーフ目の手方ですね。はい、それは長い夢の中で、そして目の入り方もねちょっと遅らせるんですよ。中でじゃあもう一回いきましょうね。それはそれは長い夢の中で巡り会えた奇跡、覚めた後にきつく信じすぎ、ああ切ないね、はい。それで僕はね、CDやってないですね。ライブで最近やってるのはその冷めた後に気づくってやるんです。気づく真実ってね、冷めた後に気づく真実、これにフェイクしてます。フェイクって言うんですけどね。それもちょっとやってみましょうか。冷めたから、3,2,はい、冷めた追いかけましょう。3、はい、冷めた後に気づく真実、ああ切ないね、もう一回言った、ああ切ないね。全体的にはこういうことですね、はい、じゃあ通してみましょうか、はい、ね、
やがて流れだ。じゃあ2番のそれはからいきましょうか。それはやめの中で、やの時ですね。もうちょっとやが出たら一回もうちょっと引いた方がいいですね。マイク、うん、ちょっと入りすぎてるからね。それはやめの中で Thank you.